トコナ等の森は愛知県トコ市にある文化施設。トコナ焼を中心とした地域資料の収集、保管、研究を目的とした資料館とトコナ焼の作り手の育成と支援を行う陶芸研究所研修工房から構成される。隣接するトコ市民族資料館とトコ市立陶芸研究所を統合する形で2012年に開館した。 1961年10月、稲製糖株式会社の創業者、稲調三郎が、常名市に寄付した、同社株式15万株を原資として、常名市立陶芸研究所が開設される。当時、常名の陶磁器生産は、土管や衛生陶器をはじめとした工業製品としての陶芸が中心であり、一点物や芸術表現としての陶芸は盛んでなかった。 陶芸研究所の設立にあたり、稲長三郎は、陶芸の振興は、陶芸の土台になる。陶芸における人技の目的は、陶芸につながると述べ、陶芸と陶芸双方の相乗効果による、地域振興を意図したとされる。古問には、同志出身の哲学者、谷川哲造が就任し、ことこなめの展示、研究のほか、若手陶芸家を技術理員として採用することで、 その育成を行った。1983年からは、陶芸家を志す若者を対象に、地元の職人、作家を講師とする研修生事業を開始している。また、1981年4月、国の重要有形民族文化財である、床上の陶器の生産用具及び製品の収蔵、展示を目的に、床上市民族資料館が隣接する敷地に開館。 2012年、トコ焼の振興と伝承及び、焼き物文化の創造と発信を一体的に実施することを目的に、両施設を統合し、トコナ等の森が設置された。それに伴い、トコ市民族資料館は、トコナ等の森資料館に、トコナ市立陶芸研究所は、トコナ等の森陶芸研究所に、それぞれ解消されている。2020年6月より、 資料館は耐震補強及び展示リニューアルを行うため休館。2021年秋頃にリニューアルオープンが予定されている。陶芸研究所展示室陶芸研究所展示室最高窓1961年春工の陶芸研究所は2015年にドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンウーブメントの建築に選ばれるなど 日本の近代建築史における歴史的、文化的価値が認められている。設計は日本の近代建築を代表する建築家の一人で茶室の研究でも知られる堀口素敵。構造は地下1階、地上2階建ての鉄筋コンクリート造りである。内部には釣り階段や茶室などの隙の異常や2階の和室と竹園からいにの釜跡につながっていく借景など、 作刀の歴史と和の精神を緻密に組み入れており、ことこなめを中心とした陶磁器の干渉と茶の湯を体現する空間として設計されている。また、展示室は最高窓のモールガラスから入る光を屋根裏に反射させることで自然光が一日を通して平均して入るように計算されている。外観の特徴としてはグラデーション上に配された紫系統のモザイクタイル、 壁から3.5メートル張り出したひさし、屋上から突き出したトップライトが挙げられる。堀口は、スキヤ作り等の伝統建築の美意識を版として、これらの要素を左右非対称に配置した。一方で、建材には、当時の最新素材であったガラスブロックやプラスチックパネル、カラコンモザイクタイルなどが積極的に用いられており、近代建築と、 伝統技法の融合という掘り口の設計思想を読み取ることができる。陶芸家を志す万40歳未満の人を対象に常なめで活動する職人、作家が講師として自身の技術、表現を指導することで自ら新しい価値観を生み出し、社会で活躍する人材の育成を図る事業。募集人員は5名程度で、研修期間は2年間。 一年目は焼き物の基礎技術を、二年目は応用技術の習得を図る。事業が開始した1983年から2018年までに163名の卒業生を輩出しており、その中には世界的に活躍する陶芸家もいる。ABC、平成30年度とこなめ等の森外洋。とこなめ市。2020年7月8日閲覧。 匠と号の競争をイナックスと、常コ焼きの歩み。株式会社イナックス、常コ等の森資料館、陶芸研究所、研修工房養業の歴史、陶芸を学ぶ。常コ市、2020年7月8日閲覧。常コナ等の森の再開について。常コ市、2020年7月8日閲覧。どうコミュも、どうコミュも ドーコミューも、2020年7月8日閲覧。坂井元堀口素敵と常並市陶芸研究所。株式会社、リクシル、https コロンスラッシュスラッシュ 7.2.ac.jp スラッシュ ncid スラッシュ bb21239944 ドーコミューも、常並市立陶芸研究所本館。ドーコミューも、2020年7月8日閲覧。 A.B. 堀口すてき店理休の茶を読む探求者トコナメ等の森堀口すて設計とコナメ等の森陶芸研究所随章にこだわりの衣装中日新聞ブルータスカーサトコナメ陶芸研究所カーサブルータスカーザブルータス2020年7月8日閲覧研修生募集から研修工房トコナメ等の森資料館陶芸研究所 研修工房。www.tokoname-tounomori.jp、ok。2020年7月8日閲覧。とこなめハブトークボリューム13と、コナメ等の森のこれからパートに、プレゼン資料。とこなめハブトークボリューム13と、コナメ等の森のこれからパートに、プレゼン資料。とこなめ市。2020年7月8日閲覧。 重要文化財ふつねハンズととこなめ水、のえ文書、たきたけ文書店。とこなめ市。2020年7月8日閲覧。とこなめ市役所。主な文化財。とこなめ市。2020年7月8日閲覧。とこなめの陶器の生産用具、製品及びのぼり釜。とこなめの陶器の生産用具、製品及びのぼり釜。wwww.pref.h.jp i。 2020年7月8日閲覧、ありがとうございます。